こんにちは、今日はですね、フレンチトースト、フレンチトーストっていうとね、なんかあの卵でちょっとこうコーティングしたトーストみたいなイメージがあるんですが、僕のはもう完全なスイーツです。中がねトロトロで、外はカリッとした、とても美味しい、フレンチトーストですね。これを今日は紹介していこうと思います。ほんならイコメアか。はい、ではね、材料の方を説明していきます。牛乳、卵、それからこれはグラニュー糖ですね。あとバニラエッセンス、それから、ちょっと固くなっちゃったパンですね。材料は以上です。はい、ではね、切り出しの方をやっていきます。切り出しって言ってもね、今日はこれパンしか、切るものありません。これ結構思い切って分厚く、切ってください。こんな感じですね。で、この4つの、パンの耳ですね、これは落としてしまいましょう。これはあの、これ捨ててしまうんではなくて、あのパン粉にしたりとかね、いろいろあの利用の幅がありますんでね、これぜひ取っておいてください。このままね、あの軽くトーストして食べたりとか、油で揚げて、グラニュー糖まぶして食べたりしても美味しいですからね。はい、じゃあね、パンがこんな風に、出来上がりました。はい、今日の切り出しはこれで終わりです。はい、ではね、まず卵液、卵の方ですね、これを作っていきます。ボウルに卵を割り入れるわけですが、もうこういったあのちょっと濡れ布巾をね置いていただくと、あの滑りにくくてね、作業がしやすいと思いますね。卵は1個でいいです。それを、軽く、ほぐして、でここへグラニュー糖を入れます。ここでよくしっかり混ぜます。あのグラニュー糖を完全に溶かすという意味と、それからあの白身がね、残ると焼き上がりがきれいになりませんのでね、それを防ぐので、きれいに混ぜていきます。あの洋菓子なんかやるときにね、あのよくこうすくって、八の字を書いたときに、あの跡が残るようにっていう、いわゆる旅番状っていうんですけどもね、そこまでやる必要はないと思います。しっかりとこう混ぜていただいてね、若干こうちょっとね、こう色があの濃くなってきたかなっていうぐらいのぐらいまでこう混ぜていくわけですね。そうしましたらここへ牛乳ですね。あのプリンを作ったりするわけではないので、この泡とかね、あんまり気にしなくていいです。もう泡立っちゃったまんまで大丈夫ですから。次にこの、バニラエッセンスですね、これを、まあ、2滴ぐらいですね入れておきましょう。あ、甘いいい香りがしてきましたね。はい、では、先ほどのよいしょ、切ったパンですね、こういったあのシール容器に、入れてください。で、この上からザーッとかけていきます。ちょっと多いかなっていうぐらいの、卵液の量でいいと思いますね。で、これを、蓋をして、そうですね、1時間ぐらい冷蔵庫に入れておきまして、で、一度こうひっくり返してね、一晩置いておくと、ちょうど焼き頃になっていくと思います。はい、ではね、これが、一晩置いた状態ですね。まだあの卵液が少し残ってますけどもね、こんな状態で、早速焼いていきましょう。フライパンにバターをで、ちょっと溶かしますね。で、これはね、ごくごく弱火で、結構時間をかけて焼いていきたいんですね。まだちょっと強いですね。はい、これはね、すごく、中がもうトロトロになっていますんでね、非常に崩れやすいです。そーっとねやってください。
ちょっとね、残った卵液、上から少しかけていきましょう。はい、そしたら、蓋をして、焼き込んでいきます。はい、あれからね、また2分経ちました。ちょっとこんな感じでね、周りが焦げ始めていくと思います。こんな感じで一度ひっくり返しますね。はい、もう完璧な色ですね。では、裏返してまた蓋をして、そうですね、ここからあとはね、もうあと5分ぐらい、焼けば、十分だと思います。はい、ではね、焼きたてのフレンチトースト、ちょっとね、こう斜めに切るとおしゃれかもしれないですね。断面がね、こんな風になってるんですよ。はい、では、フレンチトースト完成です。はい、ではね、早速食べていこうと思います。こんな感じですよ。そうですね、これね、あ、美味しい。あの甘さがね、結構しっかりあるので、本当にこれスイーツって言っていいですね。あのバニラエッセンスの香りがすごく効いてて美味しいです、これ。うまーい感、めっちゃめちゃミヤデ感は、もうふわふわのトロトロ、これわかりますかね、これ。口の中に入れた途端ね、なくなっちゃう感じですよ。最近またね、あのちょっとしっかりした、あの歯ごたえのある、歯ごたえのあるってのはおかしいですね、プリンがね、一頃のあのトロトロのプリンからまたしっかりした、とてもあのなんていうんですかね、オールドファッションとの、プリンが流行してるみたいですけどもね、これはもうその流行を無視してますね。ものすごいふわふわですよ。あ、美味しい、これ。あの今日はね、このままあの盛り付けちゃいまして、例えばここにあのフルーツ類とかね、あったらあの結構綺麗になるかと思います。あとあの生クリームをあのそうですね、半立てっていうんですかね、5分立てぐらいにしておいて、でそれを上からかけてあげてもね、すごくこれはあの合うと思いますね。甘くしてあるので、あんまりかけすぎちゃったね、これあの甘すぎちゃってダメかもしれないですけど、ちょっとかけるとね、すごい美味しいですね、これ。このとにかくトロトロ感がすごいですよ、たまらない、これ。美味しいな、これ。美味しいもの食べてるって本当幸せですよね。美味しい。お、まあ、はい、なくなってまった。あっという間でしたね。いや、本当にこれ美味しいです。ぜひね、作ってみてはいかがでしょうか。はい。今日もね、ご視聴ありがとうございました。